関ヶ原の戦いは、安土桃山時代の慶長5年9月15日に、美濃国不破郡関ヶ原を主戦場として行われた野戦。関ヶ原における決戦を中心に、日本の全国各地で戦闘が行われ、関ヶ原の合戦、関ヶ原合戦とも呼ばれる。合戦当時は、南北朝時代の古戦場、青野原や青野ヶ原と書かれた文献もある。主戦場となった関ヶ原古戦場跡は、国指定の史跡となっている。この戦役は、豊臣秀吉の死後に発生した、豊臣政権内部の政争に橋を発したものであり、徳川家康を総大将とし福島正則、黒田長政らを中心に構成された東軍と、毛利輝元を総大将とし、宇喜多秀家、石田三成らを中心に結成された反徳川の西軍の両陣営が、関ヶ原での戦いを含め、各地で戦闘を繰り広げた。この戦役の結果、豊臣政権は、統一政権の地位を失った一方、勝者である。徳川家康は、強大な権力を手に入れ、幕藩体制確立への道筋が開かれることになった。秀吉の死後、豊臣政権の政治体制は、秀吉の独裁から、幼少の後継者秀頼をご奉行、ご大老によって支える体制へと移行する。しかし、秀吉死後の政治構想の過程でこの体制は徐々に崩壊してゆき、戦役の結果により消滅することになる。戦争の原因については、以下のようなものが想定されているが、関ヶ原の戦いにおける東西の対立関係は、複雑なものであり、各大名の動向を決定した要因は多岐にわたるものと考えられる。また地方での戦闘は、主力決戦が政治面も含めて決着した、慶長5年10月以降も行われており、必ずしも政権中央での政治対立に直結したものではない。中央集権派と地方分権派の対立対抗検知の実施とそれに伴う諸大名領内への豊臣直轄領の設置や大名内部で発生した諸問題への介入によって豊臣政権による地方大名への支配力強化を進めようとする石田三成、増田長盛らの強行。集権派と、これに反対する、浅野長政らの融和、文献派との対立が構想の背景にあったとする、説である。一方、戸谷稔高は、融和、文献派として、長政の名が挙げられている点について、その論拠は、一切示されておらず強行、集権派との対立構図自体にも、最高の余地が満たされるとしている。文禄2年調整は変え、国替えとなり、伊達、南部、宇都宮、成田らの東国諸大名を与力とするが、それ以降、運上金蔵収を目的とした、大名所有の鉱山への支配強化や、日本海海運の掌握を進め、また、宇都宮市、佐竹市の海域を主導するなど融和、文献的とは、言い切れない動向も見られる。曽根雄二もこれら東国における、長政の動向を、朝鮮出兵のための総力戦の体制を打ち出した秀吉政権の集権化の実態を示すものとし、集権派対文献派の構図に疑問を呈している。朝鮮出兵時の豊臣家臣団内部の対立、慶長、文禄の役の際、石田三成、増田長盛を中心とした奉行衆と加藤清正、黒田長政らを中心とする都海軍諸将との間に、発生した作戦方針、軍港をめぐる対立が関ヶ原の戦いの主要因とする説である。この対立関係は豊臣政権において主に政務活動を担当した文治派と軍事活動に従事した武断派との対立を含んだものともされる。しかし、両派閥の不仲を示した逸話には一次資料による確認が取れないものや創作と思われるものが多く、一方後に、東軍の属する武将間でも対立関係は存在している。巨済東海戦の軍港をめぐっては、加藤義明と藤堂高虎が対立しており、蔚山の戦い後、現地諸将より秀吉に提案された戦線縮小案については、蜂須賀家政が賛同したのに対して、加藤清正は反対の立場をとっている。中野党も、三成を中心とする、文治派対、加藤清正らを中心とする、武断派との対立の構図は、江戸時代成立の軍記物等の二次資料から発して、その後旧来の研究の中で偶像化したものとしている。例えば、賤ヶ岳七本槍の印象から武功による出世を果たしたと思われがちな加藤清正は、実際は国内統一戦の過程において目立った戦績がなく、朝鮮出兵以前においてはむしろ、豊臣直轄地の代官や笹成正改易後の肥後国統治など、文官的活動が主であった。秀次事件による豊臣屋及び豊臣家臣団の確執文禄4年6月に発生した秀次切腹事件の影響を受けた諸大名と秀次粛清を主導した石田三成との間の対立関係が構想の背景にあった説である。秀次による謀反の計画への参加を疑われた諸大名に対する処罰のいくつかは、家康の仲裁により軽減されている。結果両者は親密な関係を結ぶことになり、一方諸大名は三成を憎むようになったとする。しかし、三成を事件の首謀者とする説は、寛永3年に執筆されて成立した歴史観となった保安太閤記という本の記述に登場して、以降の軍記物等に取り入れられた逸話を根拠としており、史実として立証されたものではない。太閤様大けめをめぐる、奉行衆と家康の対立、太閤様大けめに従って、政権運営を進めようとする、豊臣奉行衆と、それを逸脱して、政権内での主導権を握ろうとする家康及びその、家康を支持する一派との対立が構想につながったと、する説である。家康は、伊達政宗ら諸大名との間で進めた私的な婚姻計画をはじめ、秀吉正室北政所を追い出しての大阪城塞の丸入城、大老、奉行による合意によって行われるべき大名への加増の単独決定、豊臣政権の人質である諸大名妻子の無断帰国許可など、秀吉死後数々の御目違反を犯しており、これらは関ヶ原の戦いにおいて西軍が家康を討伐対象とする根拠となっている。一方で、前田玄以、増田長盛、石田三成、長塚正家の4奉行は、毛利輝元と共に、秀吉の死から間もない慶長3年8月27日に、秀頼への忠誠と秀吉の定めた御家目の遵守を、改めて誓う起請文を作成しており、その立場は、家康の行動とは相違するものである。慶長3年8月18日に、秀吉が、伏見城で死去すると、それ以降政権内部での対立が表面化していくことになる。まず秀吉の死の直後、徳川家康と、伊達政宗ら諸大名が、秀吉の遺言に違反する私的婚姻を計画していたことが発覚し、大老、前田利家や豊臣奉行衆らによる、家康追及の動きが起こる。一時は、徳川側と前田側が武力衝突する寸前まで至ったが、聖書を交換するなどして、騒動は一応の決着を見る。正徳3年成立の関ヶ原軍記大成では、この騒動の際伏見の家康邸に、小田浦夫妻、京極浩二、伊達政宗、池田輝政、福島正則、細川雄斎、黒田如水、黒田長政、東堂高虎、最上義満ら30名、近い諸大名が参集したとしている。一方の大阪の利家の屋敷には、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家、細川忠興、加藤清正、加藤義明、浅野長政、浅野義長、佐竹義信、立花宗茂、小早川秀勝、小西行長、長宗我部盛親、岩木貞隆、原長頼、熊谷直盛、柿見和直、福原長隆、織田秀信、織田秀夫、石田三成、増田長盛、長塚正家、前田玄以、鍋島直茂、有馬晴信、松浦重信らが集まったとされる。翌年のうるう3月に、利家が死去すると、五奉行の一人である、石田三成が、加藤清正、福島正則、黒田長政、藤堂高虎、細川忠興、蜂須賀家政、浅野義長の7将に襲撃される。三成は同行した佐竹義信、宇喜多秀家の家老と共に、伏見上政丸の向かいの郭にある自身の屋敷に入った後、屋敷に立てこもった。三成を襲撃した7将の同期は、慶長の役末期に行われた、ウルサンの戦いの際、不適切な行動をしたとして、長政らが戦後処罰されたのは、三成の縁者福原長行が秀吉に歪曲して、報告したためと主張する、彼らの不満にあったとされている。ただし、忠興と清則は、ウルサンの戦いに参加しておらず、清正と義長への処罰は、八級分書類からは確認されない。家康、毛利輝元、上杉景勝、佐竹義信、秀吉正室北政所らによる、仲裁の結果、三成は、奉行職を解かれ居城の沢山城に蟄居となる。宮本吉見は最も中立的と見られている、北政所が仲裁に関与したことにより、最低の正当性が得られ、家康の評価も、相対的に高まったと評価しているが、一方で、清正らの襲撃行為自体は武力による政治問題の解決を禁じた置目への違反であった。水野後高は、当時七将が家康の統制下にあり、その行動は家康に容認された範囲内に限られていたとする。慶長4年9月7日、家康は秀頼に、重陽の節句の挨拶をするためとして、伏見城から大阪城に入城。同日、家康に対する暗殺計画が発覚する。計画は、前田利家の嫡男で、加賀金沢城主である、前田利長が首謀者として五奉行の一人浅野長政、秀頼、淀殿側近の大野晴長、及び加賀野々市城主の土方勝久が、大阪城入城中の家康を襲撃し、暗殺するというものであり、寛永年間成立の、慶長年中占い祭記では、計画を家康に密告したのは、増田長盛とする。ただしこの事件に関する一次資料はわずかであり、計画の真相や騒動の経緯については、不明な点が多い。10月2日、暗殺計画に加担した諸将に対する処分が、家康より発表され、長政は、隠居を命じられ、武蔵国府中に蟄居し、晴長は、下総結城、勝久は、日立水戸に流罪となった。翌3日には、首謀者である利長を討伐すべく、加賀征伐の号令を大阪に在住する諸大名に発し、加賀小松城主である丹羽長重に先鋒を命じた。金沢にいた利長は、この加賀征伐の法に接し、迎撃か弁明の択一を迫られたが、結局重臣である横山長親を家康の下へ派遣して、弁明に努めた。家康は潔白の証明として、人質を要求、慶長5年正月に利長の母で、利家正室であった義晴院、前田家の重臣の前田長胤、横山長和、大田武士周、山崎長徳らの子を人質として、江戸に送ることで落着した。また、この時、細川忠興は、長男の忠敬の妻が利長の姉であったことから、利長の陰謀に組みしたという家康の嫌疑を受けたため、利長と同じく、同年の正月に三男忠俊を人質として、江戸に送り、浅野長政も、第三子の長重を江戸に送っている。この騒動の最中、家康は、北政所の居所であった大阪城西の丸に入り、その後も在城を続ける。秀吉の遺言では家康は、伏見に在城することが定められており、大阪在城はこれに違反するものであった。政敵を排除し、政権中枢の大阪城に入った家康の権力は上昇し、城中から大名への加増や転封を実施した。これは味方を増やすための多数派工作と考えられている。細川忠興に、豊後紀付6万石、堀尾義晴に、越前府中5万石、森忠政に、信濃川中島13万7千石、周義地に1万石を加増。文禄、慶長の役で、落ち度があったとして、福原長田からを、減俸処分とし、田丸直重を、美濃岩村へ転封した。本来大名への加増転封は、大老奉行の合意のもと行われるものであるが、家康はこれを、単独の決定によって進めている。このように、政権内部での権力を強化していく家康に対して、この時期の前田家に、増田長盛、長塚正家の豊臣三奉行は、政務面で、協力的であり、輝元も、恭順の意を示している。また沢山に隠居していた、三成も、家康暗殺計画事件の際は、前田勢への備えとして、軍勢を派遣し、大阪の自邸を宿所として提供するなど、家康とは、比較的良好な関係であった。しかし、最終的に彼らは、反家康闘争を決断することになる。こうした政治的状況下、慶長5年春頃より、大老上杉景勝と家康との関係が悪化。4月には、家康家臣、稲章綱らが会津若松に送り込まれ、高座四条築城八川への家境を、豊臣政権への、別心=反逆であるとして詰問し、景勝に6月上旬の上洛を要求する。5月中旬、この要求に対して景勝は上洛の意思を伝えると、共に、秋までの上洛延期と、上杉家に、謀反の疑いをかけた者の追及を要求するが、結局上杉側の提示した要求は、受け入れられず、6月上旬に、景勝上洛は中止となる。なお、家康に対して、直江兼続が景勝への上洛要求を、挑発的な文面で批判した、いわゆる、直江状と言われる資料が存在するが、この文書の真贋や由来、内容解釈については、諸説が存在している。一方家康は、会津との交渉結果が出ていない5月3日の段階ですでに、会津征伐を決定しており、6月2日には、本田康重らに7月下旬、奥州表に出陣することを伝えている。慶長年中占い祭記では家康が6月15日に、豊臣秀頼と淀殿に会見し、黄金2万枚と、米2万石の他に、正宗の脇差しと、奈良柴片付を選別として送られたとしているが、関ヶ原軍記大成では、選別の引き出物とのみ記され、東大記、関原島付には会見そのものの記述がないなど、二次資料同士での記録は一致しない。また、家康の字であった、板坂占い祭の著書の、慶長年中占い祭記は成立時期が不明である、こと。7月28日に、小山表情があったと記されているものの、小山表情前後の記述など、日付や内容に一次資料と相違するところが多く、白峰俊、本田清などの研究者から信憑性には甚だ疑問があると指摘がなされている。本田清6月16日に大阪を発った家康は、同日に伏見に入城。伏見城内における家康の言動について、慶長年中占い祭記には、17日に戦場時期の奥座敷へ出御。ご機嫌すく司法を、お嫁、座敷に立たせられ、ご一人漢字と、お笑い不正より、と記されている。上杉景勝は、上杉領へ侵攻する討伐軍を、日立の佐竹義信と連携して白川口で、挟撃する、白川決戦を計画していたとされる。しかし本間弘は決戦のために築かれたとされる、防塁の現存以降が、慶長5年当時の造営物であるか疑問であること、八九文書等の一次資料と、白川決戦論の根拠である、会津人物語、東国太平記等の二次資料の記述が矛盾している、点などから、白川決戦計画の実存を否定している。なお、上杉家の挙兵は、家康が、東国に向かう暇に畿内で、石田三成が決起し、家康を、東西から挟み撃ちにするという、上杉家家老、直江兼続と三成との間で事前より練られていた、計画に基づくものとする説がある。ただしこれは、江戸時代成立の軍記物、逸話集などに登場する説であり、直接の裏付けとなる一次資料はない。宮本吉見は、慶長3年7月開日府、真田正幸宛て、石田三成書状の内容から、西軍決起後の7月開日の段階においても、両者の交進経路は確立されておらず、よって、挟撃計画はなかったとする。関ヶ原決戦前における、日本全国の大名、武将の去就を記す。西軍から東軍に寝返った大名については裏切りを参照。西軍諸将の一覧西軍諸将、石田三成、五奉行、毛利輝元、五大老浮田秀家、五大老上杉景勝、五大老名陽、藩王名陽、藩王下、西軍諸将の一覧東軍に内容、藩王、脇坂安次小早川秀明吉川広家、本戦開戦時には西軍に属していたが、事前に東軍と内通し、西軍の行動を妨害した武将。本戦開戦時には西軍に属していたが、事前に東軍と内通して、積極的に戦いに参加した諸将。本戦開戦時には西軍に属していたが、事前に東軍と内通していたものの動向に呼応する形で東軍につき積極的に戦いに参加した諸将。中立勢力、その他の一覧東軍諸将の一覧、徳川家康、東軍の総大将、五大老東軍は、福島正則東東海道。畿内伊勢の豊臣恩子大名と、軍艦として、井伊直政、本多忠勝が、先発隊として、東海道を登っている。井伊直政は3600程度の軍勢を連れていたが、出陣前に病に倒れ、本多忠勝が、臨時にこれと変わったために、忠勝隊は故障、足軽ら500程度の軍勢であった。徳川家の大名級はほぼ、中山道方面軍となった秀忠隊に配属され、後日、東海道を登った家康本隊38000の軍勢の構成は、旗本が多く占めた。徳川家大名クラスの多くと信濃の大名が、この隊に属している。6月18日、伏見を立った家康は、7月1日に江戸に到着し、7月7日には、最上義光、秋田実末ら東北の諸大名に会津攻めに関する指示を出すとともに、7月21日に出陣することを伝える。7月5日、浮田秀家が報国神社に参詣した。一方、上方に残っていた前田玄伊、増田長盛、長塚正家の豊臣三奉行は7月12日、広島にいた毛利輝元宛てに、大阪お仕置きの儀のための大阪入りを要請する書状を出し、増田長盛は家康家臣、永井直勝宛てに、大谷義次の眼病と石田三成の出陣に関する雑説を報告。また、宍戸基次ら、輝元の家臣は7月13日付の書状で、榊原康政、本田正信、永井直勝に、安国寺家が輝元の命令として投進していた軍勢を近江から大阪に戻していることを報告し、14日には吉川広家も同様の報告を榊原康政に出している。書状の中で、宍戸らは大阪への転身について三成と義次の関与を疑っており、輝元は関知していないことであると述べている。7月15日、上坂要請を受けた輝元は、広島を出発し、同日、加藤清正に、秀頼への忠節ための上洛を促す書状を送る。同日、島津義弘は、上杉景勝に、輝元、浮田秀家、三奉行、小西行長、義次、三成が秀頼のため決起したことを伝え、これに、同意することを求める書状を送っている。7月17日、豊臣三奉行は、秀吉死後、家康が犯した、位牌の数々を書き連ねた、内府違いの情状を諸大名に送付。また、輝元と、秀家も、前田利長に家康の火を鳴らした書状を送る。同日、毛利秀元が、大阪情勢の丸に入る。同日、細川忠興家臣、小笠原修正は、奉行衆よりの人質要求を拒否し、忠興出柄者らと共に、大阪の忠興邸で自陣。正保5年成立の、下、女覚書等の二次資料は、この人質要求の主体を、石田三成とするが、この時期一次資料で、奉行衆と記されるのは、豊臣三奉行のことである。また、内府違いの丞相には家康が勝手に諸大名の妻子の帰国を認めていたことを弾劾する一文があり、家康の養女で真田信行の妻の小松姫が開戦以前に帰国していた可能性が指摘されている。7月18日、三成が報国神社に参詣。7月19日には輝元が大阪城に入城し、丹後方面に向けて西軍勢が出陣する一方、家康家臣、鳥居元忠らが留守を務めていた伏見城に対する西軍の攻撃が開始され、22日に宇喜多秀家勢、23日には小早川秀秋勢が攻め手に加わる。なお、当初、島津義弘と小早川秀秋は家康に味方するため城側に入城の意思を示したが拒否され、やむなく西軍に属して城攻めに加わったとする説がある。しかし、前者は島津家父、後者は光禄物語、と関ヶ原の戦いやと、江戸時代に成立した二次資料の記述を典拠としており、史実である確証はない。7月18日、稲葉道隆が、関東陣沙汰が延期になったとして、国元に引き返す。ただし、7月19日には秀忠が、21日には、家康が江戸から会津に向け出陣しており、この時点では、会津征伐自体は中止されていない。しかし、7月21日付で、細川忠興が、家臣、松井康之らに宛てた書状によれば、この時点で輝元と三成の決起の報告が、上方から家康のもとに続々と入っており、7月23日に、鳴門家康から最上義満に対して、三成と義次が各地に書状を触れ回しているという雑説があるので会津侵入は、ご無用とする指示が出される。さらに7月26日になると、関東に参陣していた畿内、西国の東軍側諸大名が西進を開始。家康も、即刻上洛の意思を示す。なお、この時点での東軍の戦略目標は、三成の伊城沢山城であった。7月27日、榊原康政は、秋田実末に、三成と義次が、別心したので、家康に対して、淀君、豊臣三奉行、前田利長より上洛の要請があることと、会津方面における、指揮権が家康から秀忠に移されたことを伝える書状を出している。ところが7月29日になると一転して三奉行が別心したことを伝える家康の書状が黒田長政、田中義政、最上義満に出されている。この時点で黒田、田中の両勢はすでに西へ向かっており、7月30日には東道高虎に対しても西進の命令が出されている。なお、7月25日に下野国小山において、家康と会津征伐に従軍していた、東軍諸大名が軍議を開き、会津征伐中断と軍勢の正常を決定した、いわゆる、小山評定が行われたとされる。しかし、小山評定についての詳細を、直接記した一次資料はなく、評定の有無、内容、意義をめぐっては、様々な説が出されている。7月26日付の書状で、豊臣三奉行は、中川秀重に、輝元勢2万は、瀬田と森山の間で陣取り、東軍の西進があれば迎撃する予定であること。また、秀家と秀明の、両勢が、醍醐、山科、大津に展開していることを伝える。7月29日に、三成が伏見に到着。8月1日、伏見城が落城した。同日、輝元、秀家と豊臣三奉行に、三成を加えた四奉行は、木下利房に、木下勝利と共に、加賀国小松に進出した、前田利長に備えるため北の省へ向かうように指示を出すが、8月3日に、西軍側山口宗久の小諸加賀大小事城は、前田利長によって攻め落とされ、宗久は自害。8月4日、家康は、西進する、福島正則、池田輝政ら諸大名に対して、井伊直政を派遣したので、その指示に従うようにとの書状を出す。8月5日、家康は、小山から江戸に戻り、同日三成も、佐和山に戻る。この頃西軍は、尾張清須城に入った、福島正則を説得中であり、これが成功すれば西軍は、三河侵攻、失敗すれば、信州を攻撃する予定であった。8月8日、吉川広家と安国寺家が指揮を取る、約1万の軍勢が、長塚正家勢と共に、伊勢へ出陣。また、三成も岐阜城主、織田秀信と相談の上、尾張方面に出陣。この時点では輝元が3万の兵力を持って、浜松で家康を迎撃する予定であった。8月17日、島津義弘が、美濃樽井に着陣し、20日には、本国薩摩に向け増援の要請を出している。8月19日、黒田長政らは、井伊直政、本多忠勝に対して、家康の出馬を待たずに、木曽川を越えて、犬山城方面に進出することを報告。8月22日、東軍諸大名は、清須周辺に集結し、同日木曽川を渡った、池田輝正家の部隊が、秀信勢と戦いこれを破る。翌23日には、福島正則以下各隊が秀信の居城岐阜城を攻め、秀信を降伏させ、救援に駆けつけた、三成、島津勢も撃退。8月24日、徳川秀忠は、信州城田攻略のため宇都宮を立つ。岐阜城と同じ西軍側の犬山城に対して、井伊直政が、同日付の書状で、城主、石川定清と共に籠城している、竹中重門らに、城の明け渡しを勧告。8月26日より、秀家、行長、三成、義弘、秀頼の馬回り衆ら2万人が守る大垣城に、対して、東軍8万人による包囲が開始され、城方は、毛利勢に救援を要請する。8月27日、岐阜落城の知らせを受けた家康は、岐阜攻めに参加した、諸大名に先行を称する書状を出し、福島正則には、自分と秀忠勢が到着するまで、軍事行動を控える、よう指示する。一方、伊勢に侵入し、大津、松坂の両城を降伏させた西軍は、尾張へ向かう。9月1日、家康が江戸を出立。同日付書状で、この頃樽井に集結していた、福島、池田らの東軍主力諸将に、自分の到着まで自制する、よう再度指示を出し、堀直頼には、大垣城を水攻めで落とすつもりであることを伝えている。9月2日、大谷義次、戸田重政、平塚為弘、赤座忠志保、小川助忠、朽木元綱、脇坂安次が、北国口を抑えるために、関ヶ原南西の山中村に布陣。9月3日、犬山城が開城。同日、細川雄斎が籠城する丹後田辺城に向け、和平の使者として、日野照助、中野院道勝、富野浩二秀直が出立。この頃より、城主京極浩二の寝返りにより、東軍の城となった、大津城に対する西軍の行為が始まる。ただし、京極浩二の動向については、彼の影響下にあった弟の高知が東軍として、行動していることや7月時点で、東軍諸将の間でも、すでに浩二は、東軍の一員として認識されていることから、最初から東軍方であったと見るべきで、西軍諸将が浩二が、淀殿の義弟であることや一時的に西軍になびく、素振りを示したことで、浩二が、西軍につくと思い込んでいたために、あたかも浩二が寝返ったかのように認識されたとする、見解もある。9月5日一度は、徳川秀忠に降伏を申し出た、真田昌幸が一転して、抗戦を表明。砥石城を放棄して、上田城に撤退。9月7日、毛利秀元、吉川広家が、南宮山に着陣。9月9日、家康は、岡崎に、10日に、熱田、13日に岐阜と軍勢を進め、14日には、赤坂に着陣。享保12年成立の落穂集には、島津義弘が赤坂の家康本陣への夜襲を提案するも、島左近が反対し、三成がそれに従った結果作戦が採用されなかったとする逸話が載せられている。ただし、この野州作について記された一次資料は確認されない。9月12日、田辺城に籠城をしていた細川雄斎が勅命を受け入れて退場。9月13日前後に東西両軍間で和睦が成立して大津城が開城し、9月15日に毛利元康が大津城に入る。9月14日、小早川秀秋が関ヶ原の南西にある松尾山城に伊藤盛政を追い出して入城。続いて9月14日夜に大谷義次が関ヶ原に着陣する。9月15日、関ヶ原にて東西主力の戦闘が行われ東軍に勝利。同日家康は沢山にまで軍を進める。9月17日、毛利元康が大津城を退去し、同日沢山城落城。同日に大垣城内にいた相良頼房、秋月首長、高橋元種は熊谷直盛、垣見和直、木村由心不死の3名を殺害し、その首を持参して投降。城に残った福原長高はその後20日過ぎまで抵抗を続ける。この頃より輝元と家康との間で黒田長政、福島正則を介した交渉が始まり、元毛利領が安堵される条件で和睦が成立。9月25日、家康と秀忠は、福島正則、黒田長政ら5名の大阪入城を確認し、輝元は大阪城から退去した。9月27日、家康が大阪城に入城し、豊臣秀頼と和睦。10月1日、越慶、行長、三成の3名が計6城河原野にて斬首された。関ヶ原の戦い当日の布陣や戦闘経過についての記録のほとんどは、合戦後に幕府や参戦大名によって作成された編纂物、または軍記物といった二次資料であり、信憑性の高い一次資料による記録はわずかである。二次資料同士の記述は、同じ戦闘を扱っているにもかかわらず、内容に食い違いが生じていることも少なくなく、関ヶ原合戦資料集の著者、藤井次左衛門はそれら資料群について、当日の戦況を書いた軍記物は数多くあるが、いずれも全部正しいと思われるものはほとんどない、と評している。関ヶ原周辺略地図関ヶ原合戦図屏風鉄砲を参考としている合戦終了2日後の慶長5年9月17日に作成された松平家城宛て、石川康道、彦坂岩礁連署書状の内容は以下通りである。9月14日に赤坂に着いた家康は15日の午前10時頃、関ヶ原に移動し、合戦に及んだ。石田三成、島津義弘、小西行長、浮田秀家の覚醒は前日14日の夜に大垣城の外郭を焼き払って関ヶ原へ出陣。先手の井伊直政、福島正則隊に東軍各隊が続いて敵陣に攻めかかった時、小早川秀秋、脇坂康次、小川助忠伏が裏切りをしたため敵は敗走した。その後追撃戦によって、島津豊久、東、左近、大谷義次、戸田勝成、平塚為広らが討ち取られた。9月15日付、伊達政宗宛て家康書状には、馬の時に戦闘は終了し、勝利した家康はその日のうちに沢山に着陣したと、ある。関ヶ原の戦いに関する軍記、家譜、覚書類は、非常に数が多いため、それらにおける合戦当日の記録すべてをここで記述、比較することは不可能である。そこで、まず、内府公軍記における9月15日の記事を要約して記し、比較材料として、明暦2年成立の関原島月と、正徳3年成立の関原軍記体制から、西軍の布陣と、大まかな戦闘経過を抜き出す。内府公軍記の著者は、信長公記の著者として知られる、太田牛一。合戦の翌年慶長6年には、原本が成立しており関ヶ原関連の二次、資料群の中で最初期の書物と言える。複数の自筆本、写本が現存するが、ここでは、初期の原本を模写したものと考えられる、土地参加所蔵本を定本とする。内府公軍機家康が赤坂に着陣すると、大垣城の石田三成、小西行長、島津義弘、浮田秀家の各隊は山中まで引き、翌朝には、田類の南にある丘が、檜山に、毛利秀元、吉川広家、長宗我部森近、安国寺衛慶、長塚正家ら計2万が、弓鉄砲を前衛に陣を構える。家康はこの方面に、池田輝政、浅野義長を繰り込み、自らは、旗本衆の指揮を取って、野上と関ヶ原の間に陣を張った。15日朝は、霧と降雨によって、視界不良であったが、見の時には、晴天となり、視界も明け、物見の部隊が戦闘を開始する。石田、小西、島津、鍋島の各隊は、藤子川を越え、尾関村の南に、南東へ向け陣を敷き、石原峠にいた、大谷義次、浮田、平塚為弘、戸田勝成の各隊は峠を降りて、谷川を越え、関ヶ原より、北の平野へ進出し、西北の山を背後にして南東へ向け兵を出す。東軍は、先陣の福島正則隊が道筋を西へ、その南側を、東道高虎、京極高地帯が進み、中筋からは、小田浦斎、古田重成、猪子一次、船越景直、佐久間安政の各隊が参戦し、激戦となる。金森長近、細川忠興、黒田長政、加藤義明、田中義政らの部隊も先を争って攻めかかる。戦いの半ば小早川秀明、脇坂安次、朽木元綱、小川助忠が寝返り、そこへ、松平忠義隊が乱入し、忠義は、数箇所の傷を負いながら、組打ちで功名を挙げた。井伊直政隊も、松平隊に随伴して参戦し、直政も負傷しながら力戦。義次は、馬上で切腹し、島左近伏、平塚、戸田は討ち死に。西軍は、中筋を通って突入してきた、本多忠勝隊の攻勢にこらえきれず、追い打ちによる、多数の死者を出しながら、多摩、藤川を下って、伊吹方面に敗走をはじめ、南宮山の西軍各隊も敗走。家康は、首実験を行い、兵士に休息を与えると、その日のうちに、沢山城を包囲した。関原島付西軍の布陣は、尾関村の北の山際に、島左近隊を先手とした、石田隊、その左の山際には、織田信孝と、大阪木幌衆。石田隊後方に、島津隊。尾関村の南、北国街道と関ヶ原本道に挟まれた地域に、浮田、小西、大谷、平塚、戸田隊。本道の南、松尾山に、小早川、脇坂、朽木、小川隊。南宮山の後方に、長塚、安国寺、吉川、長宗我部隊。開戦時刻は、辰の時。先陣は、福島、京極、東道、松平、井伊、本多で、田中、細川、黒田、加藤、金森ら2番手は、石田隊を攻撃。浮田、島津隊は、松平、井伊隊の攻勢により敗走し、これを追撃した直政は、島津兵の銃撃で負傷。本多隊が突入したところで、小早川ら松尾さんの諸隊が寝返り、その攻撃を受けた大谷隊は崩壊。義次は切腹、平塚、戸田は討ち死にし、石田隊は裏切りによる混乱を起こして敗走。西軍の死者約8000人を残して、戦闘は馬の時に終了。南宮山方面の西軍諸隊は、戦闘を行わず、吉川隊は家康に内通していたため動かなかった。東軍は、翌16日に三成の井城沢山城を攻める。関ヶ原軍機体制浮田隊は、石原峠を背後に、南東の方角に向け山の尾根の先。西軍側から見てその右に、戸田、平塚ら。さらにその右、松尾山のふもとに、大谷、朽木、小川、脇坂、赤座直康ら。松尾山に小早川。石田隊は尾関山に本陣を置き、島左近、前兵庫、加場の往来郷ら先手は、小池村の前に柵を立て陣を敷く。毛利、宍戸基次、長宗我部、鍋島勝重らは、栗原山。吉川、福原博俊、長塚、安国寺は、南宮山。浮田隊の左に、小西、島津、織田信孝。先陣の福島隊は、浮田隊へ向かい、松平隊は、福島隊を出し抜いて、島津隊と交戦。石田隊には、細川、黒田、加藤、田中、生駒和正、竹中重門の各隊が殺到し、大谷隊には、小田浦西町甲府市、東道隊が向かう。辰の時に始まった戦闘は、見馬になっても勝敗が決しなかった。黒田長政の手引きで裏切る手はずであった、小早川隊が動かないのを不審に思った家康は、様子見のため小早川隊の陣に向け銃撃を行うが、それでも変化は現れない。しかし東道高虎に内通していた脇坂と共に、小川、朽木、赤座の各隊が、大谷隊に攻めかかると、小早川隊もこれに続く。義継は切腹、平塚、戸田は討ち死にし、浮田隊は敗走。石田隊は、大谷隊を突破した、織田、東道隊をも相手にしてしばらく持ちこたえるが蒲生、伊賀諸氏が討ち死にし、伊吹山方面へ敗走。西軍全体の回想で退路を断たれた島津隊は、敵中突破を試み、豊久を失い、わずか50名ばかりに兵力を減じながらも、戦場を脱出。井伊直政は撤退中の島津隊の銃撃を、受け負傷落馬する。毛利秀元は、長塚正家からの出陣要請に応えようとした、ものの、毛利勢先鋒の吉川広家が家康に内通して、動かなかったため戦闘に参加できず、勝敗が決すると上方へ向け戦場を離脱。西軍の戦死者は、約32,600 名で、戦闘終了は、羊の時。15日夜、長塚、安国寺、長宗我部、鍋島の各隊も戦わずして、山を降り始め、翌16日未明には撤収完了。16日より差は、山攻め。以上のように午前中に戦闘が始まり小早川らの裏切り以降西軍が崩壊するという大筋は共通しているが、その他細部においては違いが見られる。また、合戦当日にまつわる逸話として、福島正則と井伊直政の先陣争い、家康による小早川秀秋の陣への銃撃、島津隊の敵中突破などがよく知られるが、それらも資料によって内容が異なる。主な両軍の大名美濃関ヶ原での戦いと連動して、その前後、全国各地で、東軍支持の大名と、西軍支持の大名とが交戦した。上杉征伐のきっかけは、堀修二の残訴というのが定説であるが、近年修二が、西軍側につこうとしたことを示す書状などが、発見されている。家康は、三成挙兵により反転する際、結城秀康を主力に、上杉領に面した、最上義光や、その近隣の修二や伊達政宗に対して、軽傷監視の命を下した。上杉領を持領が分断する形になっていた、最上義光は、上杉勢との衝突は避けられなかった。義光は、奥羽諸将と連合し上杉勢と戦おうとしたが、関ヶ原海戦の砲を受けると諸将は、自国安定のため引き上げていった。数の上で不利を悟った義満は、嫡子を人質とすることを条件に、上杉勢に和睦を申し入れたが、義満が、秋田実末と結び上杉領を攻める形跡を、上杉側に知られたため成立しなかった。9月9日、米沢城方面から直江兼続が指揮を取る軍が、また省内から、志田、義秀、下津島軍が最上領に押し入った。さらに小野寺義道も最上領湯沢城を攻撃した。伊達政宗は東軍につき徳川家康が勝利した。暁には、政宗の給料7軍を加増し100万石の領地を与えるという、家康から100万石のお墨付きを受け取っていた。伊達勢は、上杉領の白石城を攻撃し占領するも、これを返還することを条件に、上杉勢と和睦を結んだ。最上義満は9月12日の畑国上落城を受けて9月15日嫡男、最上義康を、伊達政宗に派遣し援軍を要請。伊達家内では、上杉勢と西条勢を戦わせた後に攻めれば、上杉勢を退けることができ、山形は労せずして我が物になるという片倉景綱の進言も出たが、西条壊滅は、上杉景勝の脅威をまともに受けることにつながるので、留守正景を総大将名代として9月17日に援軍を出撃させた。9月15日、直江兼続本隊が、長谷堂城攻撃を開始。9月21日伊達支援軍が、山形城東方の小白川に着陣する。兼続は、西条勢の酒延秀綱らに苦戦し、志村光康が守備する貨幣の長谷堂城を攻略しきれなかったことで、戦局は、膠着状態となったが、9月29日に関ヶ原の商法が両軍陣営に達し、流れは西条勢に傾いた。兼続は撤退を命令し、自身で伝軍を務め撤退を開始した。西条軍、伊達軍は追撃を開始し、義満自ら先頭に立ち攻撃を仕掛けた。この追撃戦は混戦となり、義満は兜に銃弾を受けるなどしたが、最上義康らの軍勢が追いつき難を逃れた。兼続勢は10月4日に米沢城に帰還したが、西条領内部に取り残された上杉勢は西条勢に敗れ、下、秀久など降伏する者が相次いだ。また、伊達政宗も10月6日には2万の軍勢で、上杉領の忍軍福島城に攻めかかったが、福島城代の本城茂町と柳川城代の須田、長吉の抵抗に遭い攻略に失敗して撤退した。前田利長は、上杉攻めを支援すべく、7月26日に金沢を出発。8月に入り山口宗英がこもる大正寺城を、包囲、3日で落城させると、青木和則の北の小城を囲んだ。しかし、大谷義次の大軍が、5詰めでやってくるという巨砲に引っかかり、急いで金沢に引き返そうとした。利長は途中軍勢を二手に分け、丹羽長重がこもる小松城に別動隊を送り込んだ。8月9日、別動隊に長重の籠城軍が攻撃して、別動隊を破った長重はさらに利長の本隊も襲い、損害を与えた。膠着状態になった後長重は和睦。小松城を明け渡した。金沢に戻った利長は軍を立て直し、9月12日に再度金沢を出発したが、結局関ヶ原には到着できなかった。この時、大正寺城攻撃には参加していた弟の前田利政は、居城である七尾城にこもったまま動かず、東軍には加わらなかった。利政はかねてより西軍への参加を主張していたとも、西軍の人質となっていた妻子が救出されるまで動くべきではないと考えていたとも言われ、結果的に領地没収となった。大津城田辺城伊予でも東軍についた加藤義明の正木城に対し、毛利軍が戦闘を仕掛けた。平安時代から続く旧伊予守護下、河野市当主であった河野露樹をはじめ平岡直房、曽根高房ら河野市一新。村上武義、村上元吉伏ら伊予に縁のある毛利家臣が水戸浜に上陸し、陣を敷いた。正木城に対し開城を要求したが、加藤家の留守居役佃十ならに夜襲を受け、村上元吉らが討ち死にし、その後も毛利方が不利のまま関ヶ原での西軍敗北を受けて、毛利軍は撤退、関ヶ原の戦いに乗じた河野氏再興はならなかった。また、阿波の蜂須賀領、讃岐の生駒領は、父が西軍、子は東軍になったが、父の西軍参加は、消極的なものであった。そのため、彼の領地は、毛利氏に占領されている。このように、戦国時代より領土を拡張していった毛利氏は、関ヶ原の戦いの前後の政変において、豊臣政権の名において、四国に対する各方面での攻略を行ったが、関ヶ原の本戦で西軍が1日にして敗北すると、兵を収め、その反徳川的行動から、所領の多くを失うこととなった。阿波方面阿波の領主の内赤松氏は、毛利輝元などによる、豊臣政権としての動員命令に従って、西軍となった。蜂須賀家政は、嫡男のイタリチンを東軍として派遣していたが、少数であり、多くの兵力が国元の阿波に泊まっていたと考えられる。輝元が大阪城に入城して、豊臣政権から親徳川勢力を一掃すると、大阪にいた嘉靖は、親憲側的な態度を咎められて、筆則処分の後、剃髪して、高野山へ追放され、家臣団は、豊臣家の馬回り衆に編入されて北国へ出陣されることとなった。また、毛利氏が阿波の対岸の大阪を抑えるために、豊臣政権としての命令が出され、本国の阿波は、関ヶ原の奇襲が決すまでの一時期、毛利氏の占領下に置かれた。西軍による伏見城攻撃中の7月29日、大老の毛利輝元と、奉行の長塚正家、増田長盛、前田源威の著名により毛利氏家臣の沢広忠と、村上元吉、影近兄弟に、蜂須賀家家臣と共同して、阿波の管理をするように指令している。8月には、村上兄弟に代わって、毛利氏家臣の無垢な死刑領、日本民部所有、三輪玄徳が、阿波の管理に派遣された。9月19日、輝元は、関ヶ原の趨勢が決したことを受け、家康と、和議進捗中で、阿波の占領を解いて、占領軍に、大阪への撤退を命じ、嘉靖への返還を申し入れている。阿波占領軍は25日、蜂須賀家の増田彦四郎に、徳島城を引き渡し、阿波占領は終了した。讃岐方面讃岐の生駒市に関しては、関係資料が少ないが、阿波と似たような状況にあり、生駒親政は、生駒一政を東軍につけており、岐阜城の戦いでは家康より感情を受領するほど奮戦しているが、本国では、蜂須賀氏と似たような状況であり、毛利氏の意向を受けた、豊臣政権の圧力を受けて、同じように剃髪して、高野山へ一時追放され、讃岐を占領され、後に復権した。占領中に、生駒市の軍は西軍に編入されて、田辺城攻めに使われた。このような状況は、関ヶ原の戦いの結果が出るまで続いた。伊予方面伊予の領主のうち小川氏、池田氏、来島氏は、毛利輝元などによる、豊臣政権としての動員命令に従って、西軍となった。大規模な戦闘に至らなかった、阿波や讃岐と違って、伊予方面では、毛利輝元の意を受けた伊予攻略軍が、東軍の加藤義明と、東道高虎の領地に対して、調略を行った。加藤領に対しては直接の軍事行動を起こし、旧河野家の後継者的立場にあった、宍戸敬与が総大将格となり、他に、桂元綱、伊予国人の曽根影房、因島村上氏や8月に、阿波方面から抽出された、村上元吉が伊予に派遣された。9月17日に、水戸浜に上陸した伊予攻略軍は佃重成が、指揮を取る加藤家の留守部隊に吸収されて、村上元吉や曽根警母が戦死した。毛利氏では、この敗戦に対して、新次正景と木屋元大家を増派している。加藤家の編纂資料である、民工広くでは、この水戸浜の戦闘で、加藤軍にも多くの戦死者が出たとされており、水戸浜を引き払った伊予侵攻軍は、内陸部に侵攻宿目の如来院を占領して、江原城で放棄した、旧河野家家臣の平岡直房や正岡氏に、呼応している。19日には、如来院で戦闘が行われ、加藤家の指揮官の黒田久兵衛直次が戦死している。23日の水戸の木屋までの戦闘を最後に、翌日には、関ヶ原の戦いの結果を受けて、伊予攻略軍は撤退した。また、毛利氏は、東道高虎の領地には直接の侵攻を行わなかったが、旧西園寺氏の家臣の久枝氏や山田氏などの在地勢力に放棄工作を行った。その結果、宇和郡、松葉村の店六兵衛が、毛利氏に内通して、一揆を起こし、鎮圧軍では、足軽大将の力石治兵衛が戦死するなど、一度番島へ引き上げた後に、宇都宮氏の急進、栗田区内の働きにより、ようやく鎮圧された。土佐方面土佐の長宗我部氏は、毛利輝元などによる、豊臣政権としての動員命令に従って、西軍として行動した。九州では主に両国に所在した黒田如水と加藤清正が、西軍大名領に攻め込む形で、戦いが発生した。黒田如水7月に、石田三成が挙兵すると義高は、徳川家康につき、九州で挙兵する意思を示し、これが家康に認められると9月9日に、中津城より、豊前、豊後に出陣した。義高の最初の目標は、豊後国崎の垣見一直の都城と、熊谷直盛の安芸城であり、両領主は、美濃の大垣城に所在しており、留守を家臣が守っていた。両城の攻撃は、大友吉宗による、豊後上陸と杵築城攻撃に対応と、石垣源の戦いにより一時中断されるが、9月17日よりから再開され、24日には両城とも開城、接収された。毛利厚生領の本城引間城及び、四条の角牟礼城も19日以降に開城、接収されている。進行中の19日に、義高が、藤堂高虎宛てに送った書状では、如水と加藤清正が自力で切り取った、西軍領を配領できるよう家康に取りなしてほしいと依頼している。佐賀の鍋島直茂は、息子の勝茂が、西軍に就いたが在国の直茂は9月下旬に、義高、清正につき両国を保った。小早川秀明領の名島城は、領主留守中に、黒田軍が、秋月まで侵攻したが、留守居役と交渉して久留米攻めに合意して、東軍となり小早川領を維持した。毛利秀法領の久留米城は、領主留守中に、黒田、鍋島軍の攻撃を受け、10月14日に、義高により開城、接収された。中川秀重は、配下の宗方、田原氏が離脱して、石垣源の戦いに参加したため西軍と疑われたが、黒田軍について、佐賀の関の戦いで被害を出したものの太田、和義領の臼杵城を10月頃に開城させて、東軍であることを証明した。城は、最終的に、黒田義高が接収した。毛利勝信は、毛利輝元や奉行衆の使者として8月18日に、熊本城の加藤清正の下へ派遣され、西軍参加を説得した。毛利勝信は、この毛利勝長が指揮した、伏見城攻撃時に、多くの家臣を失い、続く大津城攻撃や関ヶ原本戦時に義政は、輝元家臣と共に、安国寺会への指揮下に編成されるなど、単独の軍事編成が失われ、家中も混乱状態にあった。東軍についた黒田如水が軍勢を整えて、攻撃を仕掛ける様相を呈している中で、両国同士が海峡を挟んで隣接し、西軍の名手でもあった毛利輝元は、家臣の三沢為虎、和田重信などを、勝信領の門司城に派遣し、同じく守城の小倉城も、輝元勢の統制下に置いて対抗した。本戦の結果により輝元も手を引き、毛利勝信領の小倉城は10月19日以前に、如水により開城、接収された。加藤清正は、関ヶ原の戦いの前年に発生した、薩摩、島津家中の内紛である庄内の乱の際に、反乱を起こした、伊集院忠実を密かに支援していたことが家康に知られ、庄内の乱の収拾を図っていた、家康の怒りを買った結果、上杉征伐への参加を認められなかった。清正と家康の疎遠化という事態に対し、西軍は、毛利輝元らが書状を送って西軍への参加を求めて説得工作を行った。しかし、清正は家康から上杉遠征軍に自らの家臣や故障を随行させる許可を得て、万が一の際に家康との連絡を取る体制を整えていた。そして、家康は小山評定の直後に随行していた清正の家臣に書状を託して帰国させ、家康が尾張に到着するまでは勝手な軍事行動を控えるように指示して、実質東軍への参戦を認めた。この家臣が帰国して、家康の書状を清正に渡したのは8月後半と推定されているが、その間にも清正は黒田如水や松井康之と連絡を取り協力を訳していた。肥後では、宇土城の小西行長と人吉城の相良頼房が、西軍として出兵中であり、8月12日付書状により、家康より、加藤清正は、肥後と筑前は、切り取り次第であることを認められた。両国の熊本城を9月15日に進発した、加藤清正は、当初は、大友吉宗に攻められた分後、木築城の救援に駆けつける予定であったが、この日に発生した石垣原合戦で大友軍は、壊滅、黒田助水からの書状で事情を知った清正は17日に、文後入りを取りやめてそのまま兵を、小西領に向けて、方向を転じた。19日より、宇土城へ攻め寄せて21日には城下を焼き払った。小西行長の本城宇土城は、城代の小西光景が南条元沢、内藤助安と共に堅守して、加藤軍を苦しめると共に、島津に援軍を要請し、島津義久は、島津忠長、新納忠元らを肥後に派遣し、肥後水俣城にこもり、芦北を攻めるなど、加藤軍と戦った。本戦の結果を受けて10月20日に、小西光景が会場に応じて自陣すると、島津勢も、薩摩へ帰還した。なお、先立つ10月17日に、清正家臣の吉村左近は、小西領八代城を接収しており、宇土城も清正により11月には占領統治が開始されている。立花宗茂は、当初西軍に属した後に、岐阜城陥落の法を契機に、大津城に籠城して、東軍となった京極工事を、毛利勢と共に攻撃して開城させ、関ヶ原本戦には参加できなかった。本戦後、大阪城経由で、海路両国の柳川城へ10月初めに騎乗すると、黒田、加藤、鍋島の攻撃を受ける。10月20日には、柳川北方で、鍋島勢と衝突し、立花良仁、立花十次、新田重実らの重臣を失い、宿老の小野鎮公も、重傷を負うなどの大打撃を受けた。家康により新城安堵の朱印状を受領した後に、加藤清正と25日には和睦が成立した。柳川城は清正家臣の加藤正次が受領した。この後、義高と清正は、加藤、黒田、鍋島、立花からなる、九州連合軍を編成して島津攻めの準備にかかる。一方、宗茂を仲介として、和平交渉を行っている。11月になると家康は、薩摩攻めの中止を指示し、企画されていた、徳川秀忠による島津攻めは計画のみに終わった。なお、佐土原の島津と頼房は、本戦で戦死したが、両国は、薩摩の庇護を受けて維持した。その他諸将その他、伊藤助武は、病のために、大阪に滞在していたものの、早くから家康に通じて、両国の兵が東軍として戦ったために所領を安堵された。相良頼房、秋月首長、高橋元種は東軍に内応して、大垣城を占拠したことで、現状を維持したが、高橋元種の市場であった、宮崎城は、伊藤助武に占領された。関東日立の大名であった、佐竹義信は、三成と親交が深く、上杉景勝と連携して、会津征伐に向かう徳川軍を挟撃するという密約を結んでいたと言われる。だが父、佐竹義重や弟で、芦名氏を継いだ、芦名盛重、重臣筆頭である、佐竹義久が、東軍に組みすべしと主張し、義信の西軍加担に強硬に反対した。隠居していたとはいえ一代で、佐竹氏を、北、関東、先導筋の一大勢力に成長させた、義重の発言は当主である義信も無視できず、自身の三成との親交と板挟みとなり曖昧な態度に終始した。すなわち、配下の武将を中山道進軍中の秀忠隊に派遣し、従軍させたのである。配下の多賀谷重常や、小勢力の山川朝信、相馬義種、岩木貞高は継承に通じていたが、これには、宇都宮氏一族で、結城秀康の家督相続によって、当主の座を追われて、浪人となった、結城朝勝の動きが、背後にあった。伊勢関ヶ原に進出途上だった、モーリゼーラが、道中にあったアノーツ城など伊勢の諸城を攻め立てた。アノーツ城の富田信孝は降伏、出家、松坂城の古田重勝は和睦で時間稼ぎしつつ、持ちこたえた。桑名城の氏家幸弘、氏家行ママ兄弟は、当初中立を宣言していたが、西軍の圧力に押されて西軍に加担した。その後西軍は、福島正頼がこもる長島城を攻略しようとしたが、東軍が清須城に集結したとの報に接し美濃方面へ転進している。伊賀の大津城攻略向け進軍してきた西軍は3万の兵で伊賀上野城を攻めるが、筒井玄馬は高野山へ逃亡を謹慎し、城を抗戦せずに明け渡し、新城直頼が入った。会津征伐に出陣中の城主、筒井定次は、徳川家康に許しを得て、伊賀国に引き返し、伊賀衆と共に、上野城を攻撃する。戦闘の末新城親子は降伏し、退却した。上野城を奪還した定次は、関ヶ原へ引き返し、石田三成らと交戦した。東軍諸大名への論考、及び西軍諸大名への処罰やその後の動向については、関ヶ原の戦いの戦後処理を参照。関ヶ原での本戦が東軍の大勝利で終わったその日、家康は首実験の後、大谷義次の陣があった山中村へ陣を移し、休養を取った。あくる9月16日には裏切り組である小早川、脇坂、朽木、赤座、小川に三成の本拠である沢山城攻略の戦法を命じ、これに、近江方面の地理に明るい田中義政のほか、軍艦として、井伊直政が加わり、2万を超える大軍をもって、近江鳥居盆へ進軍。家康は、平田山に陣を構えて、攻撃を命じた。沢山城には、三成の兄である、石田正純を首相に、父、石田正次や三成嫡男、石田重家、大阪からの遠兵である、長谷川守氏ら2800の兵が守備しており、6倍以上もの兵力差に加えて、お家安泰のために軍功を上げねばならない秀明らの攻撃を、津田清優らの奮戦で退けた。正純は、家康の旧臣だった、清優を使者に降伏交渉に入ったが、正純の自陣、海上と引き換えに、他の一族、上兵、婦女子を除名するという条件でまとまった9月17日に、長谷川守氏が寝返り、東軍の兵を引き入れ、三の丸が陥落すると、翌18日早朝に、田中義政隊が、天守に攻め入り落城。正純ら、三成の一族は自陣して滅んだ。親友は家康に威役を激しく詰問し、三成の三男佐吉をはじめとする、生き残った者を除名させた。赤松則秀は逃亡後、福島正則を頼って投降したが、後に切腹を命じられた。重家は脱出して、京都妙心寺に入り、後に除名されて同時へ出家させられた。一方、関ヶ原本戦直前まで、西軍の前線司令部であった、大垣城には、福原長隆をはじめ垣見一直、熊谷直盛、木村義信、豊東府氏などが守備の任についていた。これに対し東軍は、松平康長、堀尾忠氏、中村はじめ忠、水野勝成、津軽為信らが包囲し退陣していた。関ヶ原本戦が、西軍の敗北に終わると、城内には、動揺が広まったが、いち早く行動に出たのは三の丸を守備していた、肥後人吉城主、相良頼房であった。会津征伐に従軍中、三成に投下を阻止された頼房は、長高の指揮下に入り、同じ九州の大名である秋月首長、高橋元種と共に三の丸を守備していた。西軍敗北の報を受け、頼房は重臣である、印道来兄の助言もあり、妹婿の種長及びその弟である元種と、相談の上、かねてより音信を取っていた、井伊直政を通じ、家康への内容を密かに連絡した。連絡を受けた直政は家康に報告、家康は直ちに大垣城開城を頼房らに命じるが、長田から本丸、二の丸に陣取る大名の戦意は高かった。このため頼房、首長、元種の三将は、9月17日頃軍議と、偽って籠城中の諸将を呼び出し、現れた、垣見、熊谷、木村伏を暗殺し、二の丸を制圧した。これを知った長高は本丸で、頼房らを迎撃し奮闘したが、包囲軍に属していた、西尾光卿の説得によって、9月23日城を明け渡して、伊勢浅間山へ蟄居した。家康は長高を許さず切腹を命じ、長高は9月28日同地で自陣した。内容した三将は領地を安堵されている。伊勢、島、伊賀、東紀州方面でも、西軍の敗北に接し多くの城主が降伏、開城している。9月16日には、伊勢亀山城が開城し、城主、岡本義勝は、自陣を命じられた。嫡男、重吉も、近江水口で自陣した。桑名城も同日開城、当初東軍に加担するつもりが、西軍の圧力でやむなく、西軍へ加担した、氏家幸弘、行、ママ兄弟は、山岡道網に城を明け渡し、誤解役された。長島城を包囲していた、原長頼は逃走したが捕獲。伊勢美濃津城に籠城していた、池田周氏や、伊賀上野城を占拠していた、新城直頼、新城直貞は、城を放棄して退却している。8月下旬のあの大津城攻めに参加した、鍋島勝重だったが、徳川に内応した父、鍋島直重の命で西軍を離脱し、伊勢、美濃国境付近で傍観していたが、西軍敗走の方に接するや直ちに大阪へ退却、その後、伏見城に赴き、家康に謝罪している。島鳥羽城主、久喜盛高は家康に従軍して、会津に向かったが、間隙をついて、父の久喜義高が城を、奪取、さらに水軍を率いて、伊勢湾海上封鎖を行って、あの大津城への東軍の援軍を入れず、この方面での西軍の所詮圧倒的優位に貢献した。義高は、秀吉の旧臣であった。しかし、関ヶ原からの知らせが届くと、伊勢答志島へ逃走。盛高は、父の除名を家康に懇願、当初家康は、拒否したが、家蔵の内示を受けていた伊勢南部五郡を返上しての、除名嘆願に免じこれを許した。しかし除名の報が届く直前に義高は自陣していた。岐阜の義高と共闘して、久喜水軍の鳥羽城を襲い、伊勢湾に侵入した熊野水軍の棟梁、堀内自然は南に走り本拠の紀伊新宮城に籠城したが、10月には城を捨てて逃走している。家康は、西軍の首謀者で、敗戦後逃亡し行方不明となっている三成や浮田、秀家、島津義弘らの捕獲を厳命。一方で、大阪城無血開城を行うべく、福島正則と黒田長政に、西軍総大将である、毛利輝元との開城交渉を命じている。家康は、現在の近江八幡、日牟礼八幡宮で、戦勝祈願の後、9月20日に、京極工事の居城である、大津城に入城し、しばらく泊まった。この間北陸方面の東軍総大将であった、前田利長が、西軍に属した、丹羽長重と、青木一徳の嫡男。青木俊則を連れて合流している。家康は、両名の懇願を廃し、改易処分とした。また家康が、大津城に入城した同日に、中山道軍総大将であった、徳川秀忠が合流している。真田昌幸に、上田城で翻弄され、本戦に間に合わなかった秀忠に対して家康は、激怒、しばらく目通りを許さなかったが、榊原康政の必死の還元により9月23日対面が叶っている。一方、逃亡していた西軍諸将であるが、まず9月19日に小西行長が竹中重門の兵に捕らえられ、草津に滞在中であった家康本陣に護送された。続いて三成が9月21日、近江伊賀郡古橋村において旧友である田中義政の兵に逮捕された。逮捕された場所は、三成の領内であり、同地の農民が処罰を覚悟の上でかくまっていた。しかし三成は発覚したことを知ると自ら、義政の兵に身分を明かし、捕縛されている。捕縛後9月22日に、大津へ送られ、東軍諸将とここで再会した。この時のエピソードとして、福島正則は三成に罵詈雑言を浴びせ、黒田長政や浅野義長は逆に三成にいたわりの声をかけている。また小早川秀明は三成に裏切りを激しくなじられたと伝えられている。9月23日には、京都において安国寺家系が奥平信正の兵によって捕らえられ、大津に護送された。この3名は9月26日に家康が大津城から淀土城に移動する際、大阪へ護送された。五奉行の一人で関ヶ原本線に参じていた長塚正家は居城である水口城へ戻っていたが、これを知った家康は池田輝政、長吉兄弟と稲葉貞道に水口城攻撃を命じ、9月30日に開城させている。また細川忠興は家康の命を受け、父、細川雄斎のこもる田辺城を攻撃した総大将、小野木重勝が夜丹波福知山城攻撃に向かった。途中丹波亀山城において、父と再会、田辺城の戦いに加わりながら、戦意を見せなかった、谷守友、別所義春、川勝周氏、藤掛長勝らを従え9月23日より、攻撃を開始した。重勝は徹底抗戦の構えを見せたが、井伊直政と山岡景友の説得により、海上、城下の寺へ謹慎した。家康は、淀城を経て9月27日に大阪城に入城。豊臣秀頼や淀殿と会見した後、毛利輝元退去後の大阪城塞の丸へ入り、井伊直政、本多忠勝、榊原康政、本田正信、大久保忠親、徳永寿将の6名に命じて、家康に味方した、諸大名の論功行賞の調査を開始する。9月30日、慶長では合戦を繰り広げていた、上杉景勝の下に、ようやく西軍敗戦の報が伝えられ、長谷堂城にいた、直江兼続は、撤退を開始した。10月15日以降、論功行賞が順次発表された。宇都宮城によって、上杉景勝、佐竹義信を牽制した、結城秀康の67万石を筆頭に、豊臣4戸の諸大名は、軒並み降録での加増となった。しかしいずれも、西国を中心に、燕国へ転封となり、京都、大阪及び東海道は、家康の子供たちや徳川譜代大名で占められた。詳しくは、関ヶ原の戦いの戦後処理を参照のこと。また、豊臣氏の倉入地が廃止され、それぞれの大名領に編入されたことで、豊臣直轄領は、開戦前の222万石から摂津、河内、泉65万石余りに事実上減俸となった。一方家康は、自身の領地を、開戦前の255万石から400万石へと増加させ、京都、堺、長崎をはじめとする大都市や佐渡金山、石見銀山、生野銀山といった豊臣家の財政基盤を支える都市、鉱山も領地とした。また、豊臣4戸の大名が家康の論功行賞によって加増されたことは、彼らが豊臣家の直臣から切り離され、独立した大名家となったことを意味した。これにより徳川家による、権力掌握が確固たるものになり、徳川と豊臣の勢力が逆転する。ただし、かつては、この一連の論功行賞で、豊臣家が一代目の地位に陥落したとする学説が一般的であったが、豊臣家がなお特別の地位を保持して、徳川の支配下には編入されていなかったとする説が、現在では一般的である。10月1日、大阪、堺を引き回された。三成、行長、越慶の3名及び伊勢で捕らえられた、原長頼は、京都六条河原において斬首された。首は三条大橋にさらされている。10月3日には、長塚正家と弟の直吉が自陣し、やはり三条大橋に首をさらされた。福知山城を開城した、小野木重勝は、直政や、景友の助言によって、一旦は出家ということで除名が決まりかけたが、細川忠興が強硬に切腹を主張し、重勝は10月18日に丹波福知山浄土寺で自尽した。一説には、父の面前で自尽させたとも伝えられている。この他、赤松典秀、柿谷久志僧、石川頼明、斎村正弘などが、この10月に自尽を命じられている。家康の弾劾状に署名した残りの5奉行、増田長盛と前田玄以については、両名とも東軍に内通していたが、長盛は、死一等を減じられ武蔵岩槻に入る。玄以は、所領の丹波亀山を安堵されるという、両極端な処分が下された。一方、西軍副将を務めた、宇喜多秀家は、家康から捕縛を厳命されていたが、薩摩へ逃亡を果たした。毛利輝元は、吉川広家や毛利秀元ら毛利一族、福原博俊ら毛利家臣団の反対を押し切り、三成と彼の世を受けた安国寺恵の要請によって、西軍の総大将に就任していたが、関ヶ原の敗北後もなお、秀頼を擁して、大阪城にあった。橘宗茂は、大阪城に籠城しての徹底抗戦を主張しており、秀頼の命と称して、籠城抗戦が行われる可能性も残されていた。家康は、大野春長を大阪城に使わし、秀頼と淀殿が、今回の戦に関係あるとは家康は、全く思っていないと説得させた。淀殿は、例の手紙を持たせて、大野を繰り返している。一方で、関ヶ原本線において、功のある、吉川広家が、輝元の西軍総大将就任は、本人の関知していないところであると家康を説得し、家康は、その説明に得心したと回答する。これを知った輝元は、福島正則と黒田長政の開城要求に応じる。福島、黒田に加えて家康家臣の本多忠勝と井伊直政が、家康に領地安堵の意向があることを保証する起請文を輝元に差し出し、それと引き換えに、輝元は9月25日に大阪城西の丸を退去した。退去後、輝元が京都付近の木津屋敷に引きこもっていた頃に長雨が続いた。その屋敷の外れには、輝元と何はいえども雨降りて森暗めきて秋、派手に蹴り、と戦わずして退去した輝元を皮肉る落首を記した考察が立てられたという。9月27日、家康は、大阪城に入城して、秀頼に拝謁し、西の丸を取り戻して、秀忠を二の丸に入れた。だが、10月2日に家康は、黒田長政を通じて、広家に対し、実際には輝元が、積極的に西軍総大将として、活動していたという証拠が多数発覚したため、広家の説明は事実ではなかったことが、明らかになり、である以上は、所領安堵の意向は取り消して、毛利氏は改易し、領地はすべて没収する、と通告した。その上で、広家には、彼の、律儀さを褒めた上で、その広家に、周防国と長門国を与えて、西国の抑えを任せたいという旨を同時に伝えた。毛利氏安泰のための内容が、水砲に返した、吉川広家は、進退極まる形になった。無本人の宿老であるにもかかわらず、律儀さゆえに彼のみは破格の扱いを受けるという形になった以上、今更、輝元の西軍への関与は知っていたが、自分の努力でなるべく動かないようにさせたので、免責してほしいなどと前言を翻し実情を述べて、交渉することもできなくなった。そのため、自分自身に加増予定の周防、長門を輝元に与えるよう嘆願し、本家の毛利家を見捨てるくらいなら、自分も同罪にしてほしい。輝元が、今後少しでも不届きな心を持てば自分が輝元の首を取って差し出す、という起請文まで提出した。家康としても、九州、四国情勢などの不確定要素がある以上は、毛利を完全に追い詰めることは、得策ではないため、吉川広家の嘆願を受け入れ、先の毛利氏本家改易決定を撤回し、周防、長門298000石への減俸とする決定を10月10日に下した。輝元は出家し、家督を嫡男である毛利秀成に譲り隠居する。毛利亮が、秋他山陽、山陰8カ国から傍聴2カ国まで一気に減らされたことから、吉川氏に対し毛利本家は、残された毛利領より3万石を先与えたものの、諸侯待遇の推挙を幕府に行わない仕打ちを行った。しかし、吉川広家の功績を知る幕府は、吉川氏を諸侯並みの待遇とし、当主は代替わりに将軍への拝謁が許されるという特権を与えて、吉川広家の功に報いた。その後、毛利氏が本拠地を周防山口として申請したが、幕府からは長門萩にするよう命じられた。なお、慶長4年うるう3月21日に家康と輝元は起請文で家康を兄、輝元を弟と剣兄弟のちぎりを交わしていたが、それを西軍決起によって輝元に保護にされている。関ヶ原本戦において敵中突破を敢行した島津義弘は堺より橘宗茂と共に海路闘争し鹿児島へたどり着いた。義弘は桜島で自ら謹慎したが、当主である兄島津義久ら島津氏首脳は家康の攻撃を予測して領内の防衛体制を強化し臨戦体制を取った。一方家康は先に大垣城会場において中心的な役割を果たした相良頼房、秋月首長、高橋元種に島津征伐の準備をするよう命じており、家康は当初島津氏を武力で討伐する方針を固めていた。九州では関ヶ原の戦いが終了しているこの時期でも戦闘が繰り広げられていた。10月6日には黒田如水が豊前小倉城を攻撃して、毛利勝信を降伏させている。また、加藤清正は、松浦重信、有馬晴信、大村木前と共に、小西行長の居城である、宇土城を攻撃していたが、西軍敗戦の報が届いたことで10月12日に、上将、小西光景が自陣し開城した。薩摩から肥後へ攻め入った、島津の軍勢は、清正家臣の加藤重次が守る佐敷城に阻まれ、これを攻め落とせないまま撤退。肥前佐賀の鍋島直茂と勝重の伏は、伏見で家康に西軍加担を謝罪した際に、本領安堵の条件として、筑後平定を命じられ、直茂伏は帰国後直ちに筑後平定にかかった。まず、小早川周防の久留米城を開城させ、続いて、橘宗茂のこもる柳川城を10月19日より包囲した。鍋島軍と橘軍の間で激戦が繰り広げられたが、包囲軍に加わった如水、清正の説得によって、10月25日に、宗茂は開城を降伏する。宗茂降伏後、家康は直ちに島津義久討伐を九州の全大名に命じた。最終的に家康に従った九州の全大名が兵を動員して出陣し、肥後水俣に進軍。これに対し、島津義久は、ここで最終決戦を行おうと兵を総動員して、北上させ、薩摩、肥後国境に軍を進めた。島津軍の指揮は、当主、島津義久自らが取った。対する九州連合軍は、黒田、橘、鍋島、加藤である。11月22日、義弘が家康に謝罪の使者を送ったため島津征伐は中止となり、九州連合軍は撤退。以降家康と島津氏の間で交渉が行われた。島津義弘は関ヶ原の退却戦において傷を負わせた井伊直政に仲介を依頼したところ、直政はこの仲介要請を受諾し、以降徳川方の窓口として、島津義久、島津忠常と戦後交渉をした。家康は、義弘上洛の上で謝罪することを再三迫ったが、義久、忠常は、本領安堵の確約がない限りは、上洛には応じられないとして、これを拒否し、交渉は長期化した。島津側は家康に対し、そもそも、家康の要請で、義弘が、伏見城守備に就こうとしたが、鳥居元忠に拒絶されたためにやむなく、西軍に加担したのであり、積極的な加担ではないと主張した。その後2年にわたり、交渉は続けられたが、最終的に家康が折れる形で直筆の起請文を書き、慶長7年3月に、薩摩、大隅、日向諸亜方軍60万石余りの本領安堵が決定された。決定後、義久の名代として、忠常が12月に上洛し、謝罪と本領安堵の御礼を家康に伝え、島津氏も徳川氏の統制下に入った。このように粘り強い外交により、島津家は、言質されることなく本領安堵を得ることができた。薩摩という、大阪から離れている、地理的な利点は大きかったが、早い段階で、家康に、全面的な降伏をした毛利氏、上杉氏が、大幅に減俸されたことと比較すると、対照的な結果となった。なお、薩摩にかくまわれていた、宇喜多秀家は家康に引き渡され、前田利長と忠常による、除名嘆願により、死罪を免れて、慶長11年に、八丈島に流罪となった。10月に、毛利氏の処分が決定し、11月には、島津氏が謝罪したことにより、西軍に加担した大名で処分が未決となっているのは、上杉景勝と佐竹義信の二人となった。慶長は、西条軍と長谷道城を中心に戦闘を繰り広げたが、9月30日に、西軍敗走の一報が伝えられると撤退した。最上義光は、上杉に占領されていた、西条軍、村山軍を取り戻す過程で、を補助主、下、秀久を基準させ、庄内地方へ攻撃を開始した。伊達政宗も10月6日より郡への侵攻を開始している。慶長は防戦する一方で、家中に今後の対応を協議した。この中で、直江兼続や甘粕景継、竹の又と室奈良は、徳川との交戦を主張するが、本庄茂長や千坂景親らは和睦を主張している。最終的に10月23日に和睦の方針が決定され、主君の意を組んだ兼続は、主戦派の江戸へ南下するべしとの意見を退けた。交渉には、本多正信と親交の深い千坂景親と和睦を主張した本庄茂長が任命され、以後正信をはじめ東軍の対、上杉防衛軍総大将であった、結城秀康、本多忠勝、榊原康政らに取りなしを依頼した。彼らの取りなしにより、当初領地没収を予定していた家康も次第に態度を軟化させていった。年が明けた慶長6年春、最上義康は酒田城の志田義秀を攻めて降伏させ、最上氏は庄内地方一円を奪取した。伊達政宗も福島城を数度にわたり攻めたが、上杉の守りに阻まれた。7月1日、千坂、本庄両名の報告などから和睦が可能となったことを受け慶長は、兼続と共に上洛し、秀頼への謁見後、8月8日、結城秀康に伴われて、伏見城の家康を訪問し謝罪した。上杉氏への処分は1ヶ月ほど経った8月16日に言い渡され、道の区会津120万石から 75% 減の出羽米沢30万石へ減俸となった。11月28日に米沢へ移動した。一方、佐竹義信自身は、三成との侵攻から西軍への加担を決め、慶長と密約を結び、上杉領内に入った徳川軍を攻撃する方針をとっていた。このため、上杉征伐では動かず、与力大名である、岩木貞隆、相馬義胤、多賀谷重経もこれに同調した。しかし、佐竹や中では父である、佐竹義重、弟の芦名義弘、佐竹氏家臣筆頭である、佐竹義久が、東軍徳川方への加担を主張した。特に父、義重は、東軍への加担を強く主張し、これに抗しきれない義信は、佐竹義久を、中山道進軍中の徳川秀忠軍へ、兵300と共に派遣するという、曖昧な態度をとった。しかし、家康はすでに、佐竹氏の動向を疑っており、松平信一や水谷勝利などを、佐竹監視部隊として国境に配置。秀忠も、義久ら派遣部隊に対して、謝絶している。西軍敗北後、父、義重は直ちに家康に戦勝を祝賀する使者を送り、さらに上洛して、家康に不戦を謝罪した。しかし義信は居城である、水戸城を動かず、そのまま2年が経過した。上杉氏、島津氏の処分も決定し、処分が済んでいないのは、佐竹義信のみとなった。その上、謝罪すら行っていなかったが、それでも義信は動かなかった。しかし、義重の説得により、慶長7年4月に上洛し、ようやく家康に謝罪した。しかし家康は、義信の官房について、寛政重修諸家譜の中で、上杉景勝より憎むべき行為だとして厳しく非難したと記されている。死罪は許されたが、日立一国など、佐竹氏勢力の54万石は没収され、出羽久保田に20万石格での減点法となった。また、与力大名である岩木、相馬、芦名、多賀谷の各大名も改易となった。義信は、わずかな家臣を連れて、久保田へ移動したが、天保に反対して車各忠氏らが一揆を起こしている。佐竹氏の石高が確定するのは二代藩主、佐竹義高の代になってからである。織田信忠の維持で、陽明三法師と呼ばれていた織田家嫡流の織田、秀信は改易となり岐阜城を追われ、高野山に追放となった。同じく、織田秀夫も改易され、江戸に居住することを命じられたが父に先立ち要請。織田信夫も、改易となるも後に許され、大和で大名となった。信夫の子孫は、天童藩2万石と柏原藩2万石の2家が、明治に至る。織田信兼は西軍に属していたが、そのまま所領を安堵された。佐竹氏の減点法が決定されたことで、関ヶ原における一連の論功行賞と、西軍諸大名への処罰は終了した。慶長8年、家康は、征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開き、西軍に加担して改易されていた、橘宗茂、丹羽長重、滝川武尻の3名が、大名に復帰させている。その後、相馬義胤など数名が、大名に復帰するなど大名家は、少しずつ復帰していった。西軍に加担した大名の中には、明治維新まで存続した者も多く、島津氏の薩摩藩や毛利氏の長州藩は、倒幕に活躍した。しかし、領地を没収された、西軍加担大名及びその家臣の多くは浪人となった。幕府旗本や、諸藩の藩士として、天寿を全うする者もいたが、長宗我部盛親や毛利勝長、真田信繁、大谷義春などは、十数年後の大阪の陣で豊臣方の浪人衆として幕府軍と戦い、戦死することになる。戦役に関する論功行賞は、形式上藩、秀頼勢力の討伐に対する報奨として行われたものであるが、実態は親徳川勢力への豊臣直轄地の割譲であり、戦役前222万石あった直轄地を65万石にまで削減された豊臣家の経済力は打撃を受けた。家増、安堵を受けた諸大名は家康と知行満行状を介した直接の主従関係を結んだわけではなく、また勝利に貢献した旧豊臣系大名への大幅な家増など、なお家康には課題が残されたものの家増、改易等の主導権を握ったことにより、実質的に全国諸大名を支配下に置くこととなる。また、かつて秀吉が主導していた諸大名への武家官位叙任は、戦役後家康が取り仕切るようになり、その一方、秀頼推挙による叙任は、秀頼の直臣級の者にしか行われなくなる。豊臣政権は諸大名を、寛政上の序列に組み込み、その頂点に、豊臣氏が立つことによって、権威を確立、補強していたが、その枠組みに関する決定権は、豊臣家から家康に移ったのである。共に合戦での戦死者を弔うために建立されたもの。国の史跡。関ヶ原合戦際関ヶ原古戦場大垣城にこもっていた、西軍首脳の石田三成他の関ヶ原天心に、ついては、大垣を無視して、沢山城を落とし、大阪へ向かう、という流言を流した家康に、三成がおびき出されたという説が、一般に流布しているが、これには疑問な点も多い。NHK、決戦。関ヶ原によると、関ヶ原の西側には、玉木という豊臣方の要衝が存在した。その城の規模は大きく、岐阜城を超えるものだった。各辺200メートルに及ぶ山城は、戦国時代の日本では他に類を見ない。石田三成らは、それを起点に、両脇の松尾山城、牡丹山城とも連携して、関ヶ原を見下ろす、山々全体を要塞化することによる、徳川家康迎撃計画を立てた。航空機からレーザーを照射し、赤色立体図を作成することにより、そうした、新事実が、新たに分かった。バチカンのイエズス会ローマ文書館では、毛利方は12000人がこもれる戦いのための城塞を準備しているという関ヶ原の戦いに関する宣教師の記録が見つかり、この新説の補強となっている。しかし、歴史とは勝者によって書かれるものであり、敗者の事情、観点は必ずしも記録されるとは限らない。こうした説が2020年12月19日に NHK で報道された。NHK やと農家新一郎、仙台義弘による新説であるとしている。この説によると、三成が当初、大垣城に寄ったのは、玉木完成までの時間稼ぎと、西軍諸将との連絡、交渉のためだとしている。また、当時の資料には、大谷義次が山中村に陣した、とあるが、現代、山中村があったとされたところには、陣の跡は見当たらず、玉木跡にはあり、玉木も山中に含まれているので、資料とも整合するとしている。また、航空レーザー測量から判明したところによれば、南宮山山頂には、陣跡はなく、毛利方が陣した位置はおそらくその、北側山麓であり、小早川秀明も、松尾山山頂ではなく、関ヶ原よりの山麓に陣しており、後者は、当初のおそらく西軍計画から逸脱した。配置であった。小早川は当初から寝返りを考えており、そのため、高所にではなく、関ヶ原に進出しやすい山麓に陣を敷いた。それは、西軍諸将にも容易に判明し、実際、吉川家文章には、秀明に逆やりともあり、このような小早川の不審な動きは、西軍諸将の疑心暗鬼を一層強くし、西軍の中に消極的に動く者が、相次いだ。一方で、小早川の動きを見た、大谷義次は、松尾山に対する備えをする一方で、残る全軍を、急遽、玉木から下ろし、関ヶ原へと進出させた。こうして、計画は当初とは大幅に狂ってしまい、史実のような結果になったと推定する。白鵬春も、三成が陣したのは、関ヶ原の西側ではなく、玉木であったと推測する。航空レーザー立体図によると、関ヶ原西部には、本格的な陣跡は見当たらず、玉木にはあり、合戦直後の家康の手紙には、戦いがあった場所は、山中とあり、この江崎久の書状には、三成たちは山に取り登ったとあるからである。また、石田方が関ヶ原に布陣した、という記載は、後世の資料には出てくるが、一次資料には存在しない。西軍の結成については、石田三成がまず決起し、続いて、決起に、反対の立場であった、大谷義次を引き入れるとともに、安国寺恵慶と共同で、毛利輝元と、豊臣三奉行を説得して、反家康闘争に踏み切らせたと説明されることが多い。また、豊臣三奉行は、当初三成と義次の決起を、反豊臣の謀反と捉え、その鎮圧のために、輝元を大阪に呼び寄せる一方、家康にも協力を依頼したが、三成の説得により肩張りを180度転換したとする説もある。しかし、慶長5年7月17日の西軍決起に至るまでの三成の動向と、西軍首脳部との交渉過程そのものについては、一次資料によって詳細が明らかにされているわけではい。三成の単独決起説も江戸時代成立の軍記物、逸話集などの二次資料の記述が主な根拠であり、さらにそれぞれの内容にも食い違いが見られるなど、検討の余地が残されている。水野後高氏は、政権中枢から外されて協力者もいない三成に、反家康闘争に、消極的な毛利輝元、宇喜多秀家の両大老が同調する構図は、不自然であり、むしろ両大老に積極性があったとする。そして、挙兵計画は、会津征伐が回避不能になった頃から水面下で進められていたと推測する。布、谷陽子は、慶長5年7月15日付、上杉景勝宛て、島津義弘書状に、輝元、秀家、三奉行、小西行長、義次、三成が、会津征伐にあたって談合したことが記されていることから、三成を含めた複数人の合議の元西軍の形成が事前に進行していたとする。谷哲也は、布谷説を肯定しつつ、増田長盛が、永井直勝書状を送った7月12日の直前、おそらくは家康が江戸城に到着した第一報が大阪方面に届いたとされる7月2日頃から三成の挙兵に向けた具体的な行動が開始されたと捉え、第一の目的は家康を江戸城に釘付けにするものであったと推測している。毛利輝元は三成と江警の説得に引きずり込まれる形で、西軍の総大将になったため、大阪城に泊まって、積極的な行動を取らなかったとされる。しかし、対家康戦への消極的な姿勢とは、対照的に、豊臣三奉行よりの要請を受け取った後の輝元の大阪入りは、極めて迅速なものであり、毛利軍も四国、九州において、活発な軍事行動を展開している。これらの点から三成順次は、西国における勢力拡大を目的として奉行衆と事前に協議した上で決起に加わったとし、三成や江警の還元に乗せられたとする説を否定している。また、秀吉の死後、家康が毛利輝元の旧知問題や小早川隆景の医療問題など、毛利家中の問題に介入したことで、自己の権力強化を目指していた輝元が、家中の問題を自分の思い通りにできなかったことを屈辱に感じ、それが輝元の決起につながったと考察している。大谷義次の参加も消極的なものであったかどうか、その意図を含めて見解が分かれる。義次が三成との友情を捨てられず、負け戦を覚悟の上で西軍に加わったとする説は、江戸時代成立の二次資料の記述をもとにしており、その真偽については不明である。石畑忠元は、宇喜多騒動における家康の裁定を豊臣政権の弱体化策と捉え、それ以降家康に抱いていた不満から西軍に参加したとする。小山表情とは、慶長5年7月25日に下野国小山において、家康と会津征伐に従軍していた諸大名によって開かれたとされる軍議のことを指す。その場では、福島正則が進んで家康の味方を表明し、山内一豊が徳川軍への居城明け渡しを申し出たことなどによって、諸大名は家康のもとに団結し、会津征伐中断と上洛が決定したとされてきた。これまで関ヶ原の戦役におけるターニングポイントの一つと扱われてきた小山評定であるが、軍議における家康や諸大名の言動は、慶長期、関原島月東関永、慶安期以降に作成された二次資料に記されているものであり、一次資料からは確認されない。白峰俊は7月25日より前の7月19日の時点ですでに、福島生息に上洛命令が出されていること、また家康が諸大名に小山召集を命じた書状や、家康や諸大名が作成した書状の中に、小山での表情に言及したものがない点などから、表情そのものがフィクションであるとする。そして8月12日付、伊達政宗宛て家康書状に、福島正則、田中義政、池田輝政、細川忠興から再三、上方仕置きを優先するよう要請があったため、家康は、江戸に帰陣したと記されている点から、会津征伐中断と上洛はそれらの進言を考慮した上で、家康が決定したものであり、一度の表情によって決定したものではないとする。また皇帝派が小山評定実施の証拠とする慶長5年7月29日付、大関静雄宛て、浅野義長書状についても7月25日前後の浅野義長の動向についての情報を提供するものの、小山評定の実施については直接の記述がない点等から、通説の小山評定を肯定する資料たり得ないとする。さらに、白鳳説では家康は、豊臣三奉行の別心を黒田長政らに伝えた7月29日以前の7月24日には、すでに7月17日に三奉行が出した内府違いの情状を入手していたが、諸大名の離反を恐れて、その事実を隠し、7月27日時点でも三奉行や淀君が味方であるかのように装っていたとする。これら白鳳説に対して、本多高成は、家康が直接の主従関係にない諸大名に、一方的に命令を下したとは考えがたく、諸大名の合意と納得を得るために、小山評定が開かれたとする等の反論を行っている。また、内府違いの情状の内容や三奉行の加担も、いずれは、東軍諸大名に伝わるものであり偽装工作は、無意味とする。笠谷和彦は7月25日の時点では、内府違いの情状は、家康や東軍諸大名の元には届いておらず、未だ、三成と義継の謀反という現状認識しか、ない諸大名が家康に従うのは当然であったとし、むしろ和豊による、居城明け渡しの検索が三奉行加担判明後の、東軍分裂を防いだと評価する。また、東海道の諸大名の居城明け渡しと、徳川不代武将の入城という大規模な行動を、評議なく行うことは、不可能とする。水野後高氏は、上方からの情報によって、家康は7月23日頃に、毛利輝元の西軍関与を確信しており、その事態に対処するため東軍諸大名と合議する、必要があったとする。そして宮部長照が、寛永10年に記した、陳情書にある、小山評定に関する記述などを根拠に虚構説を否定している。ただしこれら評定肯定説は主に当時の政治的状況や経緯から実施の妥当性を主張するものであって、小山評定を一次資料によって直接立証したものではなく、また二次資料に記された小山評定の内容を無条件に肯定するものでも、ない。島津義弘の野州作の逸話については、徳川家康の年代記として、享保12年に成立した、落穂集に載せられたものが詳しい。それによると、本戦前日の9月14日の夜、島津と義久は、島津義弘の発案した、家康本陣への野州作戦を三成に提案。三成がこれに困惑していると、島左近が古来より野州で小生が、大軍に仕掛けて勝利した例がない。明日の一戦での勝利は、疑いなく、久しぶりに、家康が敗走する姿が見られるであろうと、反対し、三成もそれに従った。豊久は、左近の口出しに不快を覚えつつも、左近が家康の敗走を見たのは、いつのことかと尋ねると、左近は、武田家臣、山形正景の配下として出陣した時に、掛川城の近くで敗走する家康を追いかけたことがあると答えた。豊久はそれは下劣なたと、で、杓子定規な物言いである。その頃の家康と今の家康を同じ人物と考えるのは間違いであろうと言い、苦笑いをして、三成の事務を去ったという。落穂集の作者である、大道寺友山は、島津立脇に会った際、この件について尋ねたところ、詳しいことはわからないが伝え聞くところでは、義弘と豊久が夜討ちをかけるつもりであった、という返答を書き記している。霧の作人はこの逸話について、数万の家康本陣への夜襲という非現実な作戦を義弘が発案したとは考えがたく、また左近が山形正景の家臣であったとする経歴も不審であり、さらに島津屋側の資料に野襲に関するものがほとんどない点から史実ではないとする。そして、本戦当日、島津勢が傍観を決め込んだ理由が、作戦を却下されたことに恥辱を感じた、義弘、豊久の三成への悪感情にあったとする説を否定している。なお、元禄元年に、海原駅見が表した、黒田家譜では、豊久と左近は登場せず、義弘の提案を三成が却下している。吉川広家は、西軍に属しながら、家康に通じ、関ヶ原本線で東軍との戦闘を回避したことが評価され、戦後に中国地方において1カ国もしくは2カ国を与えられることとなったが、それを辞退する代わりに、本家毛利氏の存続を願い出たため、毛利氏は取り潰しを免れたとされる。しかし、この説の根拠となる諸条軍は、原本が存在せず、またそれらを掲載する岩国半編さんの吉川家譜はその転居を明らかにしていない。江戸時代、岩国藩は吉川家の価格を上昇させるため様々な宣伝活動を行ったが、その一環として、藩外で作成された軍記物に対する記事の内容改変や吉川家関連書状の掲載を推し進める工作を行っている。宮川忍最著の関ヶ原軍記大成には、関ヶ原の戦いにおける広家の行動を正当化する記事とともに、吉川家譜掲載の諸条軍が収められているが、これは水面下での岩国藩による働きかけの結果であり、著者や周辺関係者には報酬として金銭が提供、用意されている。また、香川千亜著の隠匿隊兵器は、岩国藩による極秘の資金提供と指示のもと、編纂されたものであるが、これにも、広家を正当化する記事、書状が載せられている。隠匿隊兵器の編纂過程において、岩国藩は、偽文書の作成を容認しており、吉川家譜掲載の諸条軍についても偽文書の可能性が指摘されている。福島正則と井伊直政の先陣争いについて、黒田家譜は、以下のように記している。合戦前に陣列を整えていた福島正則隊の陣中を中軍の先手の井伊直政隊が松平忠義隊を引き連れて押し取ろうとした。これを福島隊の先手を務めていた蟹才蔵がこの方面の先陣は福島隊であると指示されており通すわけにはいかないと押しとどめる。直政は家康から物見の命令を受けているとして、通行の許可を求めると、才蔵は、物見ならば、部隊の主力は置いていくようにと答えたため、直政は、約300名の手勢で先へ進み、忠義は功名を挙げた、という内容である。一方、関ヶ原軍記大成では、福島隊の陣中ではなく、陣の前を、約300名の忠義、直政隊が通ろうとしたと記しており、先に進んだ時の兵数も約40機、ないし50機と、話の細部が異なっている。笠谷和彦は、戦闘の前に定められた軍法で、抜け駆けは厳禁されており、また戦闘後に生息が抗議を行った記録もないことから、実際の直政の行動は生息に配慮して、抑制されたものであったとする。また物見のため戦闘当日に発生した霧に紛れて、前進したところ、たまたま敵に遭遇したという形を作ることで、徳川武将に一番槍の実績を残そうとしたと推測する。ただし、黒田家譜を含め戦闘開始時点では、霧が晴れていたとする書物は複数存在する。また抜け駆けの逸話自体江戸時代成立の二次資料を出典とするものである。関ヶ原の戦いを主題とした映画や小説では、戦いが昼になる頃になっても、去就を明らかにしない、秀明の陣に向け、家康が裏切りを催促する銃撃を行い、意を決した、秀明の命令で、小早川勢が、西軍に襲いかかる場面が半ば定番化している。しかし前述したように、秀明、脇坂が裏切ったタイミングは、戦闘開始から間もなくのことであり、また銃撃に関する記録は、江戸時代成立の二次資料に、のみにしか存在しない。白峰俊は、この銃撃の逸話について、内府古軍記、東大記、三河物語、東道や覚書、関原島津記、武徳編年修正等江戸時代前期成立の資料では銃撃の記事そのものが存在しない。漢文から正徳期の間に成立した諸資料では逸話の内容に差異がある。例えば、井伊家義長記では家康の命ではなく藤堂高虎が自身の判断で銃撃したとするが、黒田家父では家康の指示により福島正則隊が銃撃している。また、井伊家義長記、黒田家父、石田軍記等では、銃撃を受けても、小早川隊はすぐには裏切っていない。家康配下の部隊による、銃撃の直後に、小早川隊が裏切ったとするパターンは、享保12年成立の、落穂集に登場しているが、これはそれ以前に存在していた、銃撃の逸話を改変したものである。都市、家康の神格化のため、天保期成立の、天元実記、徳川三木に、落穂集の逸話が採用され、後世に広まったとする。藤本正幸は、当時の信用できる資料で、威嚇射撃は、裏付けることはできないとして、家康は、小早川軍に鉄砲を撃ち込ませてはいないとする。三池淳生は、地形上の疑問点として、轟音が響き渡り、黒煙が視界を塞いでいる中で、家康が撃ちかけた鉄砲だけを、松尾山で峻別できたのか、家康が撃った鉄砲だけを峻別するのは難しかったとし、家康が撃った鉄砲は小早川の寝返りを促したというより、小早川に西軍を攻めよとの合図のようにも受け取れるとしている。秀明の裏切りの理由は、秀明自身が真相を語ることなく、合戦から2年後にこの世を去ってしまったため明確ではない。諸説のうちの一つとして、幼少の秀明の親代わりを務めていた、秀吉の正室、北満所が、東軍支持であった一方、北満所と対立していた、秀吉側室淀君が、西軍支持であったため、最終的には東軍に寝返ったとするものがある。しかし、当時の北満所の動向は、必ずしも、東軍支持と言えないものであり、また、淀君との対立も、確証のある説ではない。また、石田三成への反感を原因とする説もある。慶長の役末期に行われた、ウルサンの戦いの際、在番していた釜山からウルサンへ駆けつけ戦闘に、加わった、秀明の行動を、釜山を危険にさらす軽挙であるとして三成が秀吉に、讒言。結果秀明は、罰として、越前へ転封となるところであったが、家康の取りなしによって免れる。以降秀明は三成を憎む一方で、家康に心を寄せるようになり、それが寝返りにつながったとする説である。この説は、漢文12年成立の朝鮮物語に載せられた逸話を典拠としているが、実際には、秀明のウルサン戦参加を裏付ける一次資料は確認されず、また越前転封も実行されているなど、逸話の内容は、史実と大きく異なっている。ともあれ、秀明に対する東軍側からの勧誘は8月28日以前より行われていたことが判明しており、そのような工作の結果小早川谷中では戦闘開始前から裏切りが決定していたとも考えられる。三成順次によると、秀頼が出馬しなかった原因に毛利輝元の意向もあった、とされる。当時、毛利氏は東西南の隣国の東軍諸国に、積極的に進行しており、秀頼の出馬によって、戦いが短期間に決着がついてしまうと、それ以上の領土拡大が見込めなくなるので、それを嫌った、輝元や毛利氏は、三成らの戦いが長期化するのを望み、関ヶ原での攻勢や秀頼の出馬促進に、消極的になった、とする。JR 関ヶ原駅にある看板、東軍と西軍の主な武将の氏名が書かれている。関ヶ原町と岐阜県は、古戦場を観光に活用するための PR 活動や整備を進めており、JR 関ヶ原駅では、東軍と西軍の主な武将の氏名が書かれた、古戦場の町関ヶ原と題する看板が掲げられている。がまた欧米の有名な戦地であるゲティスバーグやワーテルローと姉妹湖戦場協定を結んでいる。ありがとうございます。